揺れ方やばい、本当。雨ではないけど地震、あ地震あ、まあ、逆だった、地震ではないけど雨が降ってますね外は。これさ光微妙なのかな、こうしてもでも微妙真っ白、なんかイメージ変わった、多分ね髪が暗くなったんだと思う、なんかちょっと茶色くなってきてたからだいぶ明るく、髪暗くしました多分だからかもしれない、あと服が青いからかな、珍しいのかな。かや楽しそう、かや楽しくないよ別に特に。え、まだ揺れてる？それはちょっとごめんなさいってこと。え、でも確かに揺れてるかもしれない。なんかこう挟んで針金みたいなやつを挟んで真横に伸ばして、それこう挟んで横に棒がついてる状態だから左が不安定で、すいません。使えるといろいろ楽でしょ。そうですね、いやもう全部が楽です。家でやることといえばトイレに行ってお風呂に入って歯磨いてってぐらいですかね。すごくはい、ありがたいですね、ママがやってくれるから。今日は夜はアヒージョを食べました。ママが仕事から帰ってきてフライパンでやってくれて美味しかった。なんかでもさ雰囲気違うっていうのすごくわかる。え、ツヤがすごい今日ということで今日はですね、ただいまの時刻は8時34分なんですが、今日は9時から実は48タイムズさんのガールズセレクション2020の中間発表が行われるということで、それの結果発表、中間発表の結果を皆さんと一緒にちょっと見たいなって思って配信しています。それ最初の中間発表ではなく中間報告というのがあったんですけど、なんか変なのフォローしちゃった。中間報告があったんですけど、中間報告では17位というね順位をいただきまして、雨の音すごいけど窓に雨が打たれる音が、本当にありがとうございます。17位、そう中間発表も多分結構20位ぐらいまで出るのかな。中間発表のでも票数は今日投票してくださった方もいるかもしれないんですけど、今日の何時までかのは公表はされてないんですけど、今日のある時間までの投票が中間発表の結果につな入るっていうことだったんですけど、何時か分かんないな。でも予想は6時ぐらいじゃないかなって思ってる。6時以降投票してくださった方いますかでもどうなんだろう、投票ってどれぐらいでできるんだろうね。でもすっごい大変そう。スチって久しぶりに来た。東京も土砂降りで、そうですよね、東京もそうだし埼玉もそうだし新潟はどうなんだろう。今日も投票したよ、あー嬉しい、ありがとうございます。持ってる、とりあえず持ってる人は有田家星になってる、投げましたかな、なんだろう、ありがとう。
緊張するね。9時ぴったりに発表があると思うので、多分ちょっと構えて、皆さんもぜひツイッターの48タイムズさんのツイッターをちょっと通知オンにするか、ちょっとでも発表最初にアップされるのは AKB48 グループ新聞公式っていうアカウントから多分発表されると思うので。で、雨やばい、新潟もそこそこ降ってる。やばい、やっぱ今梅雨なのかな、全国的に降ってるのかな。雨は嫌いです。でも今日天気見てたらずっと雷マークついてたんだけど、一日中雷は今のところ聞いてない。雷は、でも私雷全然怖くない女の子なんですよね。雷怖い系女子になりたかったなんかそういうのに関してすごく多分女の子としてはちょっと冷めてるっていうか気がする、そういうのに関して。怖がって見てって何なってないよまず。だから私のリアルな雷が鳴った時の反応は、多分音にびっくりするのはまあするから、ゴロ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 なんですよ。ヒャッキャッとかじゃなくて、え、待って光った、え、今光ったんじゃないみたいな。窓見て、でもう一回光るかなって思って見てて、見ると光んないっていうねわかります、雷今光ったって思って外見てしばらくまた光るかなって見て観察してると光んないんですよ。そういうのってよくあるよね、生きてる中で。あって思ってやろうとしたら、それをやったらそれが起こらないっていうか、すれ違いっていうかわかるこの気持ち。で、可愛い女の子だったらゴロ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 、キャッ、え、待って、怖い、どうしよう、怖いって言って壁の部屋の隅っこの部屋の隅っこにカペットの布団にくるまるかって感じですかね。いや、布団にはくるまないな、雷では。ちょっと流れ星もそうだ、あー確かに流れ星は本当にそうだね。多分流れ星見たことは何回かあるけど、意外と結構多い気がする。10回とかはある気がする。意外とね、天気いい日の夜とかに星見てると、空ずっと見てると来たりする、流れ星なんですけどね。来たって思った時にはもう遅いんですよね。でも実際さ、流れ星で流だってキランって光るのって本当に一瞬だからさ、よくさ3回願い事を唱えるって言うじゃないですか。それ無謀だと思うんですよね。結構最初、まあ最初1回目は無理だとして、また来るかなってずっと観測してたとしても、来た瞬間に3回願い事を唱えることは無理だと思う。金金金とかだったらいけるかもしんない金金金、あ、金金金、あ、金金金、金金金金しかいけない気がする。あ、サチサチとかサチサチサチ、幸せって書いてサチ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 、幸せ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 って言ったらもう言っちゃうから、サチサチサチ、これ滑舌も良くなきゃいけないわないかに短くして3回言うかっていう感じ。愛愛愛愛愛愛愛は愛が欲しいみたいな感じかな。確かに愛愛愛愛愛愛、あ、言いやすい。サチ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 、サチが言いづらい。金金金、噛んだら終わりね。でも実際その2文字を3回も言ってる暇もない気がするけど、ちょっとテロップ出そう、なんて出そうかな。あ、
ガールズセレクションか、うん、ガールズセレクション中間発表待機。金はあかんって金はあかんですか金はダメですか。そうですか、例えですか。私はもう幸ですよ、幸、まあ、みんなに幸あれって、自分だけじゃなくてそのファンの皆さんに幸あれって意味で幸幸幸って言います。私じゃあ次流れ星見たらアイヌちゃん飛んでくるよ、アイアイアイって言ったらアイアイアイって言ってアイナが飛んできたらすっごい嫌だな。流れ星に願い事叶えてるって思ったらアイナが来たらちょっとなんでってなるね。サチサチだった神がサチサチサチ金が全てか、ないそうそう、いやそんなことないでよ。金だってさ、金より愛よ。いや本当にそうだよ。だってお金があったとしても、うんそうだよ、人に冷たい人はやっぱり、人に冷たい人っていうか愛がない人はお金を持っててもそれは本当の幸せとは言わないって言うよね。でもお金欲しい欲しいって言うけどさ、実際お金がさめちゃくちゃあったらすごい逆になんだろう、困る気がする。だから私は多分ね、お金の使い道が本当にない気がする、もしお金をたくさんあったとしても。なんか本当に物欲がないんですよ。今日パパに言われた、いや本当にちっちゃい頃から物欲ないもんなって。小さい頃も誕生日プレゼント何が欲しいって言われて、なんだろうってパッて出てこなかったり、欲しいものがなかった。すごい小さい頃から可愛げがなかった。うん、欲しい、そういう可愛げな欲しいものっていうのがなかったかも。人形とかおもちゃとかウォークマンとかはあったけど、音楽聴くそういうリアルな自転車とか、とかおもちゃとか人形とかそういうのなかったかな。今欲しいものって何なんだろう、それもわからない。今欲しいもの、愛が欲しい、愛が欲しいです。今は、今はっていうか欲しいものなんだろうな。洋服も欲しいけど、まあ別になくても生きていけるし。あ、でもこれは新しい洋服です。一応あのね、安くなってたあのね、春服セールしてて、春服かな、だから珍しいでしょ、青、青珍しいなって思って買ってみた。お金持ちになったらジムに通って読書して家政婦やっています。まあでもその生活の仕方はちょっと最高かもしれない。ちゃんとジム通うんだね。1億あったら、ちょっとコメント戻っちゃうけど、1億あったら何に使う、すごい揺れちゃう。1億あったら何に使うかな。まあでも引っ越したいな。一軒家に一人で住むかな、1億あったら。一軒家で一人で住むのもでも寂しいな。いやマンションでいいな、広いマンションでいいや、一人だったら。でもやっぱ広さはあればあるだけ、そんなもうお店ぐらいでっかくなくていいけど、
1億は微妙だな、贅沢は無理やね。1億で贅沢できんの？マジか。すごく贅沢できるよ1億あった。いやでも私は美味しいものを食べるかもしれない、高級料理。やっぱりね、食事してる時が一番幸せなの。美味しいご飯を食べてる時が。だからちょっと高級料理屋さんに行って、フレンチ料理とか高級寿司屋さんとか行くかもしれない。 NGT を買う。1億 NGT を買う、そんなは1億じゃ買えませんって。それで買えませんよ NGT は。お金じゃ買えないんですよ、ですよ私たちは。掃除が大変だよ確かに。あ、だから家政婦やっとおうってなって、やっぱ色が、家が広い、お金持ってて家が広い、広い家住んだら掃除大変、家政婦やっとおうって、そうやってどんどんなんか、ね、贅沢が増えてって、本当の金持ち、お金持ちに染まっていくんですね。やっぱそうなっちゃうのかな、お金があったら。お金の話を真剣にして。エイニアの剣を全部買い占めたい。買い占めたらみんな来れない。たくさん来てくれるのは嬉しいけど。あ、そういえば個別おしゃべり圧縮司会じゃ、個別、あ、オンライン個別おしゃべり会、いつも順番バラバラになる、個別が最初なのかおしゃべりが最初なのか。オンライン個別おしゃべり会の第9次受付が今日2時に終わったんですけど、なんとまたさらに8時から続いて、またさらに一部増えてたみたいですよね。ちょっと不安になってきた。増えてた、落選した人いますか。あ、10月とか、あ、出てた、ソールドアウトって10月の10日なんだ、ありがとう教えてくれて。はい、8時について9時も順調にというか、一部また完売数が増やすことができて嬉しい。さ、朝とこの7部の日だって。おー嬉しい。あ、なんかさ、やっぱあれかな、みんな遅い部の方が来やすいっていうか人気なのかな、もしかしたら早い部よりは、1日ある日はなんかそんな気がしてる。でもね、土日とはいえお仕事ある人もいるもんね。一日だけど申し込んだよ。わあ、ありがとう、嬉しい、楽しみにしてるね。最後買い増しします。 ありがとう、ぜひ買い増しもしてほしいですし、まだの方はぜひぜひぜひ、いろいろ決めてるので、この日は何を着るとかいうのね、全日程決めてるので、第10次受付が今始まってるんですけど、本当に最後の受付となるので、ぜひ皆さん迷ってるよって、今見てて迷ってるよって方がいたら顔しろ。ぜひツイッターの固定リツイートのところに、固定ツイートのところに、この日は何やりますっていうの書いてあるので、ぜひそれを参考にしながら。僕はピンク人間一択です。ピンク人間の詳細を。でもピンク人間は本当に髪、もう今も真っ黒なんですけど、髪型もピンクに染めるわけじゃなくて、スプレーとかでしょって言って、で今用意してるのはピンクのアイラインとかも買って、まあ、メイクもピンクにして、それで洋服もピンクの服にしようと思ってるんですけど、そのね、ピンク
ピンクのあのレベルをどのぐらいにしようかというところで迷っていまして、なんか結構ね全身タイツでしょみたいなちょっとノリで言ってくる方もいらっしゃるんですけど、やっぱりもしでもねピンク人間の日に初めての方がいたとしたら、多分その全身タイツの私を見て惹かれちゃうっていうことがあるかもしれないから、それはちょっとそのリスクを背負うのもちょっとね、あれだなって嫌だなって思うので、まあ可愛いピンクに全身ピンク人間になれたらいいなって思ってはいますけど、みんなはあれですか、全身タイツが見たいんですか、全身タイツが見たいんですか、はいってやばいけど見たくないよね、そうだよね、見たい人なんていない、乾杯の日も楽しそうだよね。あ、そうなんです、私もなんか本当に全日程いろいろ決めてて見てて、なんかどの日がおすすめなのかなって思って見てたんだけど、でもなんかどの日も本当におすすめなんです。まず9月16日生誕 T シャツ着ます。あ、でもこの日はありがたいことに完売させていただいてるのでありがとうございます。見たいいやいやそこまでじゃなくていいよ、やっぱ意見分かれるけど、やっぱり壁にしてる。ハロウィン楽しみ、ハロウィンの仮装何にしようかな、楽しみ選ぶの注文しなきゃネットで。部ごとに髪型変える日が楽しみ、おそう、部ごとに髪型変える日は10月24日にあの生誕 T を、歴代の生誕 T を着ていくんです。2016、2017、2018、2019って、2020って今年の生誕 T を着ていくんですけど、一部から7部あるんですけど、全日程全部で髪型ちょっと苦手な髪型のヘアアレンジをしてみたいなって思ってるけど、できるかなってできるかなって思ってるけど練習します。全身タイツをプライベートでやることで解決絶対やらんやん、そんなのプライベートでやってたらやばいって。オンラインでさやるならまだわかるけどさ、ネタとしてプライベートでタイツ全身タイツやって、今日は全身タイツ着てみました、シャンベットピンクにちょっと合わせてみたいな、やばいよそれは。面白いけどやばい。で9月26日がそのさっき言ったピンク人間の日で、でもこれもレアだと思うし、やっぱシャーベットピンクのシングルならではのできることだと思うし、うん、1部から7部まであるのでぜひどこかの部でぜひ一目でもピンク人間の日を見に来てください。9月30日のすっぴんレニアで挑みますってやつも、すっぴんで握手会って実際やったことないから、すっぴん、あのこの日はパジャマを着るんですけど、多分ねすっぴんでやることによってよりなんかおうち感が出ると思うんですよ。だから本当におうちのプライベートのレニアを見れると思う、楽しんでもらえると思う。だから一緒にパジャマ着てきてすっぴんでもいいよ、みんなも、まあ、男の人はほぼみんなすっぴんかもしれないけど、でだからもうここもおすすめだし、でもここ10月9日なんですけど、10月入って一番最初のこれが1週間のお疲れ様の意味を込めて乾杯しましょうっていうやつなんですけど、乾杯を実際にするんです。こうやってちょっと芳香剤何も入ってない、こうやって飲み物持って、この一緒に画面で2人映ってて画面上ではあるけど乾杯ってできるの。やっぱこの日は金曜日だから、1週間お仕事して頑張って、あ疲れた、また来週からだ、明日休みだって時に、その1週間の疲れを乾杯でもう吹っ飛ばそうっていう回です。
これは本当に握手会じゃできないし、握手会以外でもそんなイベント多分ないから、これは本当に、これおすすめかもしれない。一番10月9日一部二部なので、ぜひ皆さん、この日結構おすすめなんだけどな、みんなそんなその日撮ってないですか？あんまり。で10月10日が、あ、さとこの日、10月10日7部が完売したんでしたっけ。嬉しい。7部って何時からな。でも遅い時間の方がやっぱ聞きやすいのかな。で10月16日がセーラー服ですね。そう、もう JK 卒業してもう結構経つんですけど、撮ってるよ、楽しみです。撮ってます。あ、ありがとう、嬉しい。全部楽しみ、嬉しい。私も全部楽しみだよ。早くてか先、結構先っていうのがなんかちょっと、ちょっとね、なんか今注文しても会えるの2ヶ月後ぐらいだから待ちきれないって思っちゃう。みんなもう酔っ払ってそうだな。あ、酔っ払ってきた方が、酔っ払ってくるっていうのもありかもしれない、緊張しちゃうって言い方は。ちょっとお酒を入れてからやったらやっぱ緊張もほぐれるんじゃない。ちょっと高まってて気持ちが。握手会だとお酒飲んでくるっていうのはちょっとあれだけど、でオンラインだったら全然お家にいるから飲んでもいいし。待って、あと1分、あと1分です。 AKB グループ新聞さんの48タイムズさんの発表が。忘れないようにスマホに全部アラーム設定したよ。おー、アラーム設定するの早くない？買い増し決定は、ありがとう。グラビアできるといいな。いや、そうですよね、豪華海外グラビアですからね。みんなに見てもらいたい、なんならみんなを連れて行きたいけど、きっと多分それは叶わないだろうな、みんなを連れて行くのは。その場合はみんなプライベートで来てもらって、推しと同じ場所に。9時になりました。ぴったりには来ないですね。ドキ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 が暴れてる胸の内側から破るように。来ない。あ、びっくりした、なんか LINE 来たと思った。東京ガールズコレクションだった、ガールズセレクションじゃなかった。東京ガールズセレクション追加してたっけ。あ、あれだ、ゆかちゃんとかが出た時に追加してみたんだ。いや、でもやっぱり皆さんがこの期間すごい頑張ってくれてたのを知ってるから、はい、え、出た、え、どこでアップされるのそれ。出てない、え、13位、あ、出てる、わあ、順位が上がってます、嬉しい、ありがとうございます。17位から13位にランクアップしました。ちょっと希望がどんどん、目標順位にとか希望が見えてきた。ありがとう、みんな嬉しいよ。待って、ちょっと見るね。あ、ほんとだ、13位、せいじれいな3168ポイント。
嬉しい、ありがとうございます。 NGT たくさんランクインしてる、こう見ると本当にありがとう。なんかもっと頑張ります。あー、ありがとう、そう言ってくれて。なんかね、でも嬉しい、私本当にランクアップしたのがすごい、正直ドキドキしてたんですけど、おめでとうです。これは嬉しい。でもまだまだね、時間はまだまだでもないけど、でも最終結果発表は7月の12日なので、それまでまだね12日間時間はあるので、うん、でも本当に嬉しい。なんか毎日毎日ね、メールの返信とかでも、今日も投票したよとか、応援してるよって、一緒に頑張ろうねって言ってくれたり、みんながしてくれて、そう、私が頑張りたいって言ったことに対してみんなが一緒に頑張ってくれてるのが本当に本当に伝わってきて、なんかみんな優しい、優しいなっていうか、本当に嬉しいの、幸せだなって、幸せ者だなって思います。本当に私、自分がやりたいって言ったことを頑張っ一緒になって頑張ってくれる人がたくさんいるっていうのは本当に、まだまだ投票できてない分から分あるから、これから投票するね。ありがとう、嬉しい。握手会も完売が一部増えて、この48タイムのガールズウズセレクションさんもランクインアップして、でもやっぱりこの中間アップで13位という順位だったんですけど、やっぱり最終的に7月11日の最後の日には、うん、やっぱり最初から言っていた1位を、まあ、差はついているんですけど、1位を狙っていくつもりで一緒に頑張ってくださると嬉しいです。会員登録まだしなかったわら、あ、そういう方も多分まだいると思うのでね、諦めずに7月12日に皆さんで喜べたらいいなって思ってます。暑くなってきた、窓閉め切ってるからムシムシする。さっきの虫どこ行ったんだろう。なので皆さんよろしくお願いします、応援最後まで。あと12日あるからね。でもグラビア撮影できるってなったら、でもどこでも嬉しいな。どこにしようかな、選べるのかな。セイジ水着みたいわ。ストレートすぎやん。ショールームでそんなストレートなの初めて見た。このグラビアに関して。エアコンつけて、あ、エアコンつければいいのか。そうだね、なんか自分の家でエアコンさ、これ言ったらちょっとひどいかもしれないけど、自分の家でエアコンちょっと節約のためにあんまりつけてなかったから、だからまだつけてないんですけど、あ、一回つけたんだっけな、もうつけちゃったんだっけな。でも家だと結構ガンガンなんですよね、気にせず。だからママがすぐつけるけど、パパはエアコンいらないよみたいな派です。だからママはパパが寝た後にエアコンつけたりしてますね。よし、パパ寝たみたいな。エアコンつけようって。でも本当に雨の匂いすごい。実家だからいいやん。そう、だから実家だからつけちゃいました。自分の家でこの暑さだったらちょっと迷ってたかもしれない、やっぱり電気代とかがあるから。いやー、でも嬉しいよ本当に。あ、そうだ、今日から上半期スタート、あー、上半期が終わって下半期がスタートということで、
下半期のスタートのいいスタートを切れました。これでそうだ、今日からもう7月だよ。7月だよね、今年半分終わったんだよね。びっくりじゃない？なんかあっという間だったな本当にね。リクアやって TDC もやって、あれ劇場での4周年のイベントと、今年後半いい思い出作ろう。そうですね、やっぱここで今日本当にいいスタートが切れたなって今思ったので、この調子でもう7月はね、なんて言ったって7月22日にシャーベットピンクの発売があるので、もうその時点でもうね、結構もういい下半期になりそうです。いい下半期になるはず。だからシャーベットピンクを盛り上げて、一緒に盛り上げていって、新潟をもっとねメンバーみんなで盛り上げていきたいなって思うし、 NGT をいます、好きな方に、応援してくれてる方にはもっと、ね、今まで以上に元気を届けていけたらなって思うし、シングルとしてもちろん知らない方にもねシャーベットピンクを聴いてほしいなって思うし、とにかく発売が楽しみ。7月は、うん、いいスタートになった。でもあっという間なんだろうな本当に。あとは公演再開な、そうですよね、公演再開はできるってな、できるならば早くしてやりたいですけどね、できることならファンの方を前でやりたいですよね。いつになったらできるの。顔が真っ白。お披露目はいつなのかな。お披露目はいつなのかな。でもさ、夏のうちにはしたくない。だって夏、せっかく初めての夏の発売の、夏に発売するシングルだから、夏のうちにはそのファンの方の前で、映像だけでとかでもなくファンの方の前で披露したい。ね、ダンスも可愛いし歌もすごくいい曲なので、待ってる時間も悪くないね。おお、なんかすごいかっこいい待ってるのは待たせるより幸せな時間だよね、何回も始まった道の向こう。画面の調子が悪くなったりする。本当に多分私の家の Wi-Fi 調子悪いらしくて、それですね。何回も見てしまった道の向こうを。シングル発売もそうだけど、でも個人的にも下半期はファンの方に嬉しい報告ができたらいいなって思います。新しいことにもチャレンジしていきたいなって思うし、いろんなことにチャレンジしていきたい。下半期はやっぱね、自粛期間でなかなかやりたくてもできないってこともたくさんあったので、でもね、そうだよね、まだこの状況が、コロナが落ち着いてるわけでもないけど、だって最近はさ、だってもう第2波もう来てるんじゃないかって言われてない？来てるよねっていうか、もうこれだから本当に油断はね
しちゃダメだなって思います。新潟はまだ落ち着いてはいるけど、ね、関東とかはちょっと、ね、毎日人数多かったりするからね、どうなっちゃうんだろう本当に。夏中に新曲の発表じゃない、披露できるのかな。マスクは絶対、マスク皆さん家にちゃんとありますか？不足してないですか？でも今はみんな工夫してね、オリジナルのマスクとか作ったりもしてるので、私のママもね作ってくれて、この前おばあちゃんが作ってくれて、それも受け取って、だからマスクは困ってないかも。あとウェットティッシュもちゃんといい、ね、なくなったらすぐ買うようにしてる。でもウェットティッシュとかアルコール除菌とかは最近はねよく売ってるの見る。ニーズ夢の国行ってみたいみたいで、そうなの、楽しそう。私富士急行きたい富士急行きたい。あの富士急のさ公式ツイッターの社長さんがマスクしながらさ、マスクしながらジェットコースター乗ってる映像めちゃくちゃ面白かったし、俺で私叫ばなきゃ乗れない、絶対叫ぶのが楽しいもんだってジェットコースターだから、いけませんね。叫ばないでジェットコースター無理です。私は叫ぶのが楽しい人なので、どちらかというと乗ること自体も好きだけど、今日昇格から2年、あ、そうなんですよ、昇格からでも2年経ったんですけど、多分 G の初日が今日で N3 の初日が昨日だったのかな。でも発表はまあその前にあったんですけど、正式に昇格したのはそうですね、昨日だよね、多分 G が今日ってこと。でももうまあ昇格から丸2年経ったということで、改めておめでとう、ありがとうございます。丸2年経ったのか、なんか2年経ったっていう実感ないかもしれない、なんかあっという間だったな、昇格してからの期間。ねえ、 N3 公演やってた、誇りの丘公演好きだったな。でもやっぱり正規メンバーになって一番変わったことってなんだろうって思った時に、まあ今はなかなかできてないけど、やっぱり自分のあの公演で自分の立ち位置があるっていう、自分の名前のポジションの立ち位置があるっていうことが本当に嬉しいなって、変わったことだなって思います。一番気持ち的にもやっぱり、今まではアンダーとして正規メンバーの出演に、今までてか昇格するまでは出てたんですけど、やっぱね研究生として経験してたメンバーからするとやっぱりそれはすごく嬉しいことですし、夢品でも自分の立ち位置があってっていうのも嬉しいですし、今では、まあ、夢品公演ではセンターを、ね、務めさせていただいてるんですけど、でも本当に昇格したばっかりの頃は昇格して、まあ、もっと活躍したいなって、研究生だった頃以上に活躍したいなとは思ってたけど、自分が公演の新しい公演のセンターを務めさせていただける日が来るなんて正直思ってなかったから、全然全く多分想像もしてなかったから本当にびっくりしました正直。
自分がセンター務めるって聞いた時に、私でいいのかなっていうのをすごい思っちゃったし、そう不安もあったんですけど、でも公演再開してから、その夢品公演でファンの方が喜んでくれたり、私推しじゃない人でもレイニャンセンターおめでとうって言って祝福してくれて、よかったよって言ってくれる人もたくさんいて、だから本当にファンの方の温かさに助けられたって思ってます。でもレッスン期間とかは別にセンターだからといって別に気負うこともなかったんですよね。なんか本当に久々の公演再開っていうところで、やっぱみんな本当にそこに向けて、久しぶりの公演だからやっぱりファンの方に新しくなった NGT のパフォーマンスを、進化したいパフォーマンスを見てほしいっていう一つ気持ちだったと思うので、みんなそうポジションとか多分関係なく、私はセンターだからとか言って、うん、気負うこともなく、気負わずできました、レッスン期間。でもやっぱ一人になると考えることはありましたけどね、レッスン終わってなんか映像とか見返した時に自分が真ん中で踊ってて、不思議だなって、うん、毎回思ってた、映像見返して懐かしいな、夢品のレッスン期間。最近レッスンもできてないからな、踊りたい。なんかシリが反応した、あー嬉しい。改めてこれ今開いたら出てきた、ほら13位聖司令奈、ありがとうございます。本当にちょっと急に話戻っちゃうけど、開いたら出てきた。でも結構うん差はまあ開いてるけど、でも3000台がバーっていっぱい並んでるし、うん、本当に最後までどうなるか分からないなって思うので、あと12日間一緒に皆さんこの調子で頑張ってください。一緒に頑張ってくださると嬉しいです。顔が白い、すごいさ椅子さ、私これ勉強机でやってんだけどさ、座ってる椅子見る？私これに座ってるんだよね。なんか椅子壊れちゃったみたいで、私の勉強机用の、昔使った勉強机の、なんかすごい背もたれもなく不安定で、すごい居心地悪い。ホームセンのやつ、あそうホームセンターに、これレイナの家にもある、実家じゃなくて、あの家の新潟の家にも、踏み台だよ本当に。ここの線すごくない？人中っていうのここ、なんかさ、シミワルコちゃんに出てくるのあれ似てる、鼻がすごい、ブー太郎だっけ。今思っちゃった、ちょっと自分で、お、なんかよくケツが痛くならないね。いやケツとか言っちゃった、お尻痛、私あのなんかずっと座ってるとお尻痛くなるっていうの、なんか電車とか新幹線とか座ってるとお尻痛くなるっていうのあんま分かんないかもしれない、よく言うけど今のとこ大丈夫です。なんか初めて見たギフトが来た、なんだお城、何城、大阪城、大阪城しか知らないから、大阪城、ありがとうございます。え、似てる、似てた。
ちょっとブスブスブサブサだよね、ブサ入ってるけど。最近ほっぺがね柔らかくなってきた気がするんだよね。大人になったのかな、肉が落ちたかな。ちょっと前までここパンパンだったんだけど、ちょっと柔らかくなった気がするって自分で思ってる。わかります？絶対わかんないと思うけど、画面越しではすごいね柔らかくなったの本当に。なんでなんだろう、劇場きつい、痛くなるよ。え、そうなの。でも確かに1時間半2時間とか2時間弱座ってるんだもんね、痛くなるかも。確かに伸びてるよね。え、本当思ってたそれ。でもなんか肉っていうよりも皮になった気がする。痩せたかな。でも私さ最近ね、私本当にどんなになんかダイエット頑張っても体重がそんなに変わらない人だったんですよ。変わってはまあ1キロで、多くても2キロとか、あんまりね見た目に変化が出てもあんま体重には出ない人だったんですけど、今結構ねすっごい史上最強に軽いかもしれない。体重だけで言ったら見た目そんなに変わってないけど、でもあれかな、やっぱり筋トレの効果出てるのかな。脂肪が落ちたから体重が減ったのかな、お腹の脂肪とか。今なんかすごい軽いんだよね。なんでなんだろう、めちゃくちゃ食べてないってわけじゃないんだけど、でもやっぱり暑いと食欲なくなるっていうのはある。冬ほどは食べてない。冬って本当に食欲やばい。なんでだろう、ずっと家にいるからかな。いや夏でも今年はずっと家にいるけどな。でも本当に暑いとあったかいものあんまり食べたくならないんですよね。で冷やし中華とか食べたくなる。冷やし中華食べ行きたい。お店の冷やし中華食べたいな。今年はまだ自分の家で作った冷やし中華しか食べてない。でもラーメン屋さんとか通るとさ、前冷やし中華始めましたとかいうの見るとさ本当に食べたくなる。もう結構始まってますよね冷やし中華。おしゃべり会までに頑張って痩せます。いいよ痩せなくて、みんなはそのままのみんなでいいよ。ありのままの姿見せて、おしゃべり会で。いいよ痩せなくてっていうのはちょっとあれ。みんなも痩せたいの？じゃあ筋トレしな、筋トレしよう一緒に。でも食べないのはさ良くないからさ、筋トレして痩せよう、脂肪落として。めっちゃ筋トレ中。えらいえらいじゃん、ね、すっごい勢いで走ってくんのやめて。え、何ねえねえ、ほん何、え、何、怪物、怪物来たんだけど、なんか怖っ。今猛獣だったんだけど、本当にショールームするって言ったんだけどな。え、誰誰、本当にパワーかママかお兄ちゃんしかいないけど、うん、なんか足音的にママな気がする。なんか足音、家族って足音で分かんない、もう家の中でいて階段の時の足音多分ママだ今の。テロップずっとこのままだった。え、足音でわかるの、わかる。え、よくさ、あの家族じゃないけどさ、担任の、あ、学校とかでもさ、なんか教室授業チャイム鳴ってから、まあ、みんなちょっと静かになって喋ってる人がいたりとかする中で、廊下から足音聞こえてきた時、あ、やばいあの先生だっていうのめっちゃ
分かるんだよね、足音で先生の。怖い先生とかだと余計分かる。多分怖い先生は意識してる、聞いちゃってるんだと思う多分。テロップ出しました。ずっと待機中ってなったので。いや分かるよね。もう27分だ。終わってると思ったのかな、ショールーム。今日は9時半まで配信するのであと3分ですね。今あのテロップにも出したんですけど、改めてガールズセレクションの中間発表、ランクアップして13位ということで。待って、テロップ変わってないやん。今変えたんだけど、と思ってた。はい、改めて今変えました。改めてガールズセレクション13位、本当に素晴らしい順位を皆さんありがとうございます。でも本当になんか最初のね、こう中間速報、中間報告みたいな、一番最初の発表の時17位だったんですけど、それを見てなんか力になれなくてごめんねとか、力もっと頑張れたよねみたいな、そういうこと言ってくれた人が方もいたんですけど、でもこうして、目に見えて順位も上がったし、本当にその期間みんなが頑張ってくれてたんだなっていうのがすごく伝わってきて、すごく嬉しいですし、なのでこのまま本当に最終日の12日にいい結果でみんなで喜べたらなって思います。みんなで頑張ろう。海外グラビアかは分からないけど、豪華ソログラビアということで、髪サラサラ、分かる。今日すごくサラサラ、自分でもずっと思ってた、配信しながらちょいちょい髪見てた、サラサラだなって話しながら。本当にサラサラ。沖縄行こう。沖縄もいいね。大人グラビアです。みんなでも見たいんですか、大人グラビア。みんな19歳になった大人グラビア見たい？見たくないはないか。でも見たくないって人も逆に、そんなレイニャを世に見せたくないみたいな、見たくないっていう人もいるかもしれない。でも私のファンの人は多分見たい人が多い気がするんだよね。あ、そう、大人じゃなくない、普通の、そうですよね、そう、水着とは限りませんもんね、グラビアって言っても。吉田会さんがめちゃめちゃ私見たいっちゃ見たい。そう、あかりんさんがねラジオで言ってくれてたんだよね。吉田あかりさんがレイニャーがなんレイニャーみたいな。いや、話してくれたことは嬉しいんですけど、私の話をまさかその話をするとは思ってなかった。でも嬉しかった。 LINE で話してくれたんですねみたいな、ありがとうございますみたいな連絡入れました。あかりんさん、かわいいかわいい、あかりんさん、レニャレニャってか、もう本当に言ってたんですよ、そのままラジオで。もっとがねストレートな言い方だった気がする。指長いねって初めて言われた、嬉しい。でもね、私最近ね
爪のね形がコンプレックスだったの、私ずっと今まで男爪っていうか男爪っていうか横に広がってたの。でもなんか伸ばしてちゃんと形整えてネイルしてからちょっと綺麗になったんです。ちょっと全然ちょっと日焼けしてて、まあ、黒いのがちょっと気になるんですけど、爪の形が綺麗になったの嬉しい。やっぱ大人になったんだな、爪も大人になってくれたんだな。え、本当にコンプレックスだったんだよね自分の手。薄紫ですか。よく知って気づいたね。しかも薄紫はここだけ、ここだけ、ここの指だけ、それ以外はピンクです。あんま分かんないけど、ここだけ薄紫、ほら紫ピンクピンク、女子力アップね。今までやっぱ学生だったからネイルとかできなかったっていうのもあるけど、ね、33分だった今すごい顔しちゃった33分になってしまった。ということで今日はこの辺で終了したいと思います。見てくださった皆さんありがとうございました。そして改めてガールズセレクション13位本当に本当にありがとうございます。この調子で本当に最後まで、まだね本当に最後どうなるか分かんないと思うので、最後まで一緒に頑張ってくださると嬉しいです。ということで、はい、タイムアップです。今日は見てくださってありがとうございました。また配信するね。そして握手会のオンライン個別おしゃべり会の受付、最終受付となっておりますので、ぜひ皆さんお待ちしてます。気軽にぜひ初めての方も久しぶりの方も、もう撮ってる方も、おしましの方もよろしくお願いします。